てら全てなの。え、テロップ書こう。チュル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 。配達員車で。チャピチャピチャピラ。チャピチャピチャピラ。あ、ウーバーじゃなくて、あの集荷してくれる人を待ってんね今。あのなんとですね、少し前に郵便が来たんですよ。もうたかし久しぶりに来たと思ったら結婚してだけ投げていなくなるんか。おいみんなこの時間何してるん。テレ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 テンテレテレン。いやそうだからさ、さっきコンビニに行ってねプリントしてきたんやでさ、急げーと思って配達来てまうと思って帰ってきたのに全然来んかった。このさ配達時間の12時から何時みたいな、2時間3時間ってさ、2時間3時間いつ来るか分からん状態でさ、ずっと家におらなあかんってめっちゃきつない？私苦手やねん。苦手言われてもって感じやけど、けど無理やねん。まず午前中して、いや分かる、してきついよな午前中って言ってさ、11時台に来たりさ、9時から起きてたみたいな。え、お仕事に決まってんじゃんかよ。仕事中そうなの、大変やな。そうだから今集荷待ちなんですよ。でコンビニまたな行こうと思ったんやけどな、それコンビニ行こうって思ったんがな、12時45分やってん。でさ、次1時からな3時の予定やねん来んのが。だからコンビニに行くことができなくなったんです。助けてください。珍しく家で仕事してるんで、ちょっとだけ、まあちょっとと言わずにさ、配達員来るまで付き合ってよ。ピンポーンって来たらさ、あのあれ書かなあかんね、あの送付状っていうのラベル。けど私あれちょっと書いあんま書いたことないからちょっと分からへん、よく分かってないねんなあれ。
ああ。支配人受け取りに行く。え、でも車とかさ、車とか持ってるんでしょ？車あったら最強じゃん。さすがに歩いてさ、郵便局は行けないな。まあ歩いてちょっとの距離にあるっちゃあるんだけど、でもだいたい10分かかるから荷物重いと15分ぐらいさ歩かなあかんよ。しんどいしんどい、無理無理無理、全然無理、そんなんでき、そこまでの体力私にはありません。お、大政プレゼントピョーンってポーンポンポンポン、ありがとう。大政のファンレベルが上がりました、ありがとう、ありがとうございます。山ちゃんプレゼントボックスありがとうございます。会議しながらなの、やば、ほんな私の話聞いとったら会議なんのこっちゃ分からへんよ。ダッシュなら間に合うの俺は。いや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 、その10分とかが命取りやで、マジで。よしあきくんのファンレベルが上がりました、いつもありがとうございます。もっと空に来て冬の魔法でそっと温めて、今夜雪が降るみたい、暖かくしてきてね、火事感だってこすりながら空を見上げてる、永遠誓ったのもちょうどこんな季節だったね、二人の愛が今年も降り積もりますように、息を切らして駆け寄る君、繋がった瞬間染み込む温度。あ、よしあきくんまたまたボックスありがとうございます。ダダダン、もっとそばに来て、ケイチさんの公演そんなんやってたん、なさいね、他のメンバーのね状況ね全く把握してないんですよ私。こんにちは。お、黒豚さん音符ありがとう。歌ってなんでこんな可愛いん、なんでこんな可愛いの。もっとそばに来て、小さいことも全部知りたいよ、いつだって違うよ、君に捧げたい、
語がとうますぎるんやけど、どんだけ努力したんですかね。か地頭がいいか。すごいよ。愛してる。おすごい、初訪問の人めっちゃ来る、やばアホみたいななんか喋り方しちゃったあ、25日まで ABC 大阪やん。ほなまた、またこんにちは、いらっしゃいませ。新規さんいらっしゃいませ。ほんまに来おへんかな、早く。早く来て荷物を出したい。ダン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 。24時間頭がいっぱい、何をしていても繰り返しはらしくないな。子供時間をストップして、気づけば二人だけの世界、呆れちゃうほど吸い込まれる塔の中。あ、そうでね、配達をお願いしてたあのファンメールはまず届いたんですよ。私の理想のファンメールが届きましたよ、皆さん。ずっと待ってた、中国から配達されんの。君もこまじく届いてよ、同じ気持ち。うぃし、うぃ、ペンシルが折れた。え、待って待って待って、だるないこれ。あ、まだあったわ、芯。このときめきはそうでしょう、気づかれたら知れちゃうほど、そうだからさ、配達員来るまでなんか何も食べられへんのよ。お腹すいたわ、私何も食べてない。もう家にカフェラテしかないから、それ飲むしかない。チョコレートラテでも飲むか。マジック、クラ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 、こんにちは。
え、そうそう、そういえばさ、昨日のさ配信終わった後さ、ガチでな、ガチで家片付けてんで、だから特大サイズの段ボール一箱分片付けてん。やばない？めっちゃ物減った家の中の。ハンベルいらんやろ大阪には。そうやねん、だからな、もうだからその荷物に入れたよ入れました。TWICE What they loveお腹すいた。No, no, 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 what they love.こんにちは。No, no, 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 what's it love? こんにちは。韓国語何言ってるか分からへん。今私がさ見てる MV ね、ジヒョちゃんがもう雪山っていうか、もうめっちゃ雪のところで、なんか歌ってんねんやか、セリフっぽく叫んでる風に多分やりたいねんけど、でもさ 何の言葉を喋ってるか分からへんからさ、で MV の設定でそれを映画と例えて、それを見たメンバーが泣いてるみたいな、何か感動的な言葉を言ってんのかなみたいな、なんか愛を叫んでるんかな、どういうつもりなんやろ。What is love?
では私は今から事務作業を行います。顔を出します。顔を出します。出します。あーお腹空いて、もうヘトヘトや。お腹空いて倒れそう。ルイボスティーで我慢するか。仕方ねえ。一割る。今から事務作業を行います。この作業はねとっても地味ですね。大政のファンレベルが上がりました。ありがとうございます。お、あと山ちゃん、金の鳥ありがとうございます。なんで金の鳥送ってきたのね。タイミングおもろ。金の鳥やって。これは今からイベント用のガチャガチャのあの中身、中にそれ物を入れることはできないので、これが当たりましたよって分かる、そうものをね、さっきコンビニに行って印刷してきたんですよ。でこれをあとカプセルに入れるっていう作業もしなかった。これ切るの大変。てて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 てこういう作業好きなんですよね私。地味すぎる作業、ただ切るだけ。まあというわけでこんな感じで私が今切ってるので、当たって出てきた紙は持って帰ってもらっても構いません。そうだ、結局あれも返してもらってないんだよな。五十嵐千夏の小道具。五十嵐千夏
2。こんにちは。大切な私の小道具。何してるの？イベントでガチャガチャがあるんですけど、それ用のあのガチャに入れる用の紙を切ってます。手作り感満載。でもこんだけ印刷したけど絶対足りひんのよな。12×9、100枚、100マスはあるってこと？これどういうこと？ってことはこれで足りるってこと？どういうこと？誰か 12×9 やって。12×9、108枚あるってこと？108枚あったら足りるか。でも絶対足りひんのよな。2345678910。もう1枚作るべきか。やっぱ英語で、英語サイズに印刷しときゃよかった。やったわ。これはデレレ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 、120から12を引いたら早い。どういうこと？どうしたら120って計算になるん？そもそも120はどっから出てきたんですか？私には分かりません。お腹すいた。ルイボスティーでとりあえず生きて、この後何食べようかな。あ、地味。なんだか眠くなってきました皆さん。
く見ると可愛いなって誰のこと？よく見るとってどういうこと？あ？どういうことそれは？あ、お腹すいた。今から私はお腹すいたしか言いません。多分みんなお昼は何食べたんですか？オイラも事務作業しながら配信見てるでやんす。ミスったらあかんで、それで。あーみたいな。あ、ピンポン来た。ね、ピンポン来た。ちょっと待ってな。ピンポン来たわ。ちょっと待って、ピンポン来た。携帯落ちた。ちょっと待ってな。郵便来た。届け先住所が分からないっていう。ちょっと急いで書く。
希望のご近所ってあります？ないです。ないです。してますでしょ？はい。2690円。みんな、これでやって昼ご飯食べれます。ほんとそれ本日のミッションクリアです。いやー、なんかいろいろ送ってきたやろみんな。なんかちょっと自己申告、ちょっと待って、消えてる。ハートとか見えたで。いくら？1690円。ごめん、うるさかった、ごめん。1690円でした。1690円。送料って高いよね。あとすごいことが起きて、今ちょっと財布の中あと1000円しかないんやけど、やばいやばいやん。お金待って、銀行行かなあかんやん。だる行かなあかんねんけど、めんどくさい。もう全体的にめんどくさいわ。もう髪がボロボロなるよ本当に。もうちゃんとして、ちょっとさ、ねえ誰、雪の結晶とか送ってきたのね。見えたんだよ、見えたのにちょっと消えたんだけど。ごめん、マジでごめん、本当にごめん、ごめん。せっかく送ってくれたのに。なんかさ、技とかっていうぐらい私がおらんくなったタイミングで投げたやろみんな。なあ、どういうことねえ。本当に流れ星とかも誰か投げたでしょう。ちょ、黒豚タコへってまた来たと思いきや、もうごめんみんな、ごめん。山ちゃんハートありがとうございます。ありがとう。ポンコツショールーム消えやがったぜ。ハートいっぱいありがとう、ありがとう。お、ファンレベルが上がりました、ありがとうございます。
投げたよ、気にしないで。大政ありがとう。大政何をくれたんやろ。ありがとうございます。そう、なんか投げて、なんか何人かなんか投げてくれたのは見えてんけど、とりあえず住所書かなと思って。ごめんなさいね、住所覚えれないんです。私住所ギリいけるけど郵便番号覚えられへん。いろんなとこ住みすぎてもう分からへん。いやー、みんな聞いてくれよ。あのさ、みんな配信で覚えてるかな、靴下がないって騒いでた日。それはもう1ヶ月前の話ですよ。1ヶ月以上の前の話。黒豚さんのファンレベルが上がりました。2回目やってありがとう。そう、みんな覚えてる？あ、フォローありがとうございます。配達員来るまでやるって言ってできちゃった。事務作業、イベントの作業を終わったら、終わるまで。え、そう、さっき配達員のね、人にね、段ボールの裏に靴下ついてましたって恥ずすぎる。はずすぎると同時に、その片っぽの靴下、昨日片付けてる時にも捨てようかなって思ってて、捨てなくてよかった。靴下出てきた。みんなラッキーすぎて、段ボールにくっついてたんやって。気づかんかったわ。段ボールなんか裏にありました。欲しいって言った。ずっとない靴下でもやっと見つけれてよかった。本当に、はあ、これで一件落着ですね。なんか誰かに盗まれたとかじゃなくてよかったよ。いや、私も予想外だよ。え、聞こえてた？全部会話聞こえてた？そうかい、そうかい。400円。え、そう、なんで段ボールの下にあったんやろな、キモいな。ほら、それが整理整頓できないところですよ。悪いとこや。いやー、やってんなーって感じ。なんかもう今日のミッション全部果たしたから、もうなんか疲れた。もういいわ、今日もう終わっていい。そんな聞こえた？まあ聞こえるよな、家狭いもん。配達の人もびっくりや、靴下ついてる。
起きてもう3時間ぐらい経つかも、なんだかんだで。頑張って起きたよ、配達来るっていうから。でもこれで全部欲しいもんは手に入れました。なんかお腹もいっぱいになってきたかも。うん、そんな気がする。あー、夜も配信ありますか？わかんないです。わからん、私の5点わからん。やらんかったらツイッターでお休みっていう早めにな、早めに早めにご報告をすると。増席どないなりました？増席はね、今日の夕方にそのスタッフさんが連絡するのか発表するのかどっちか分からんけど、まあとりあえず増席のチケットを売るのは今のところは明日の夜を予定しておりますということだけは伝えておきますね。はい、明日の夜ですね。お願いします。靴下箱にくっついたまま東京まで行って、なぜか実家で見つかった。やばいじゃん、靴下の粘着力えぐ。そうだからしばしお待ちを言ってる間に、しあさってかイベント、やば、こんなのんきに切ってる場合ちゃうねんね、ほんまにけど全てはみんなに楽しんでもらうために準備をする。こういう作業好きやねん。なんかさ、昨日さ、自分のあのバイト先、元バイト先に行ってん。私ゲーセンで働いてたって言ったやん。行ってん昨日。行ったんよ。で昨日さ、ずっとその社員の人なかなかおらんなと思って。でもうさ、2年も経つとさ、バイトの子たちもさ全然知らない子に変わってたりするわけ。でうわおると思って珍しいレアキャラやと思って声かけた。そしたらすぐにちゃんと、あー釧路さんって分かってくれてさ、まあ、分かる前提でさ話しかけたからさ、いやよかった分かってとか言われてさ、いやまあ分かっててよ、まあ、分かられてなかったらなんか悲しいけどなと思いながら、
そう、いろいろさ、最近のそのゲーセン状況を聞いたわけよ。そしたら人が足りひん人が足りひんねんって言われて、ああそうなんですね、なんかいろいろみんなやっぱ辞める子も多くてさみたいな、楽しいのにねここって言ってる、いやそんなことないよみたいな、もう早く辞めたいよみたいな言ってて、そうそう、作業好きなのに料理はうまくならない、それとこれとは別やん、全然別よ、別すぎるよ、靴下ちゃんのクリスマス旅、あ、かわいい、かわいい、すごくかわいい、そんな絵本欲しい、書いちゃう、え、そうそうそう、でさ、もうびっくりしたよ私は、もうにすぐ逃げたくなった、あのインスタフォローしてんでって言われて、はぁっつって嘘やんっつって、そんな仲いい人じゃなかったのにさ、ちょっとちょっとちょっとみたい、どういうことですかって、えみたいな、ごめんなずっと気づかんかってみたいな言われて、みたいな、いやいや待って待ってっつって、いやフォロー しなくていいよ、いいですって言ったんだけどさ、いやなんかなんでってなんでって言った、そしたら釧路さんが辞めた後に知ってみたいな、いや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 知らなくていいし、なんでって聞いた、なんでって聞いたら、あ、みんな社員の人結構知ってたみたいやねみたいな言われて、っつってさ、いやちょっとちょっとみたいな、みんなそうやっていつもフラットにさ接しようみたいなさ話に なってんのか知らんけどさ、マジでさなんでなん、いつもバレるやん、なんで、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ほんまに意味が分からへん、じゃあ言ってよって感じせん、その方が気楽やんこっちも、なんか知らんぷりが一番気まずい。なあ。じゃあラーメン屋も、いやラーメン屋は知られてないやろ。あれは大丈夫だと思うな。セーラームーン学生服 SM を見てたんや。おい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 。ちょっと投稿したやつ振り返ったら、もうファンの人以外はハスイを見てほしくないもん、いやいやいや、一般 P の釧路里奈だけでありたかった、あーなんで知ってんの、本当にもうね、本当に本当にもうがっかり、私はもうそこで知るとかさ、でもずっと喋りたかってんけど、本当に いやー、まさか知られてたとはな、はあ、っていうエピソードが昨日あったんですよ。そう、こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ、
インスタフォローはせんでいい、せんでいい、本当に。大間さんのファンレベルが上がりました。 I love you ってありがとう、ありがとうございます。はぁ、眠くなってきた。お、まさくんからハート、あ、ちょっとハサミ怖いです。あ、ちょっとダメだ、ありがとう。ハート100個受け取って、はい、受け取りました。いや本当にもうびっくりした、昨日は本当にもう、あーっつって、でさ、その話をさ友達にしたんよ。なんかバレてたって。絶対そんなわけないと思ってたのにって。そしたらさ友達に、それはバレるってみたいな、って大学でも一瞬でバレたんやからみたいな、みたいな、だからな、リナ意外と知ってんねんで、みんなってNMB はな、みんな意外とちゃんと知ってんねんって。みんな言わんだけで知ってるんやでって言われて、嘘やんっつって、そんなわけないってみたいな。いや衝撃やわ、ほんまに。あくびばっかり出る。まさくんハートいっぱいありがとう。ちょっと柄悪いけど、いやいやいや、そんなことないから。柄悪いはもう大嘘つき、それはやばい、それは印象操作や。1,2,3,4,5、それは勝手すぎるよ。もう今初見の人おったら、え、この人柄悪いん、そうは見えない。まあ確かに、よく言えばいい人たちに恵まれてた。まあ確かに、確かに、確かに。どうしてバレるのかな。やっぱ NMB って、 NMB ってバレるんや。で、意外と知ってんねん私のこと。でもそれは嬉しいけど、嬉しいけど気まずいよね。
でもやっぱ一番おもろいのは、一番おもろいのはなんかモデルさんとかですかって聞かれたこと。一番じゃないね、二つある。それともう一つが、いやいっぱいあるわ、もうそういうエピソード。あの、絶対なんかやってますよね。とか、どうなんやろ。まだ YouTube とかやってない頃やけど、 TikTok とかさ、なあ可愛いからできるよとかやってるTikTok やってるみたいな、更新してないけどやってたみたいな。いや本当に本当に嫌だよ私え、だってさ、とりあえず名前検索したらいいやん、そんな気になるんやったら。え、まさくん、またまたハートありがとうございます。あ、レインボースターもありがとうございます。何おもろ、会社の人に電話したつもりが同級生にかけてて。そんなおかしなことあるかいね。すごいね、そんな名前知って、名前じゃない、そんな電話番号知ってるなんて。知らんよ、誰の電話番号も知らん。互いにあなた誰状態。え、あ、そういうこと。あ、その人と、あ、会社の先の人と同姓同名やったん。すごい、そりゃすごいね。おもろ、そのエピソードもらうわえっと、みなっちは可愛いで知られてるかな。まあ否定はせんけどさ、否定はせんけどさ、否定はせんけどよ、けどって感じ。まさか、いや、インスタフォローしてるではびっくりや。社員も辞めるしよって嘆いてた俺も辞めたいわ。そっか、2年かって感じ。そりゃ人も変わるよな。なあ、知られてたのか。このエピソード、この長さにまとめるのめっちゃ大変。もう十分まとめれてた、すごい。ちゃんと、あの、同姓同名だったっていうオチまでちゃんと書いてるのあたり、すごい、すごいです。うまい、ナイス、座布団、座布団あげる何枚がいいあげますエピソードってさ、むずいよな。なんかエピソードなんてないし忘れるもん。本当にだ、そういうのいっぱい持ってる人ってさ、すごいなって思う。滑らない話とか見るとさ、芸人さんじゃなくてもさ、みんなうまく喋るやん。相当考えてんのかもしんないけど、でも私にはそんな、最近何々の話みたいな、とあと、皆さんって何々ってどう思いますみたいなのさ、とかあるやん。いや、ありゃ、ありゃ無理やわ。もうあのすごい方々がいるだけでもう汗かいて何も喋られへん、本当に。よし、切り終わった。2時か。
まあお腹もすくか。これは数が一緒。一緒。え、そう、作り話とかもしたいよ。作り話すらもう思いつかんの。全然ダメ。1,2,3,4,5,3,15,16 いけるな。これで足りる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 、これ足りる。多めに作った方がいいかな、分からへん。こればっかりは、これはもう一枚必要やな。いや、みんなにね、このね、今切った紙を、あ、これですね、はい、返してくださいにしたら、まあ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 、やねんけど、どうなんやろ。ちょっとカプセルの状況を見て考えようかな。ね。うん。フォローありがとうございます。ありがとう。なんか電話に出た時で電話に出た声が違くて、あやなさんですよね。はい、俺だよ。俺誰ですか。いや、俺だよ。俺は俺詐欺なのよ。ちょっとちょっとね。もろ、ガチャガチャのボールは今手元にないんだけど、ちょっと今日か明日に手に入れる予定。そうそうそう、でもいい感じやわ。これはスタッフさんに写真送ろう。どうしよう、配信の終わり時がわからんくなっちゃった。よし、新規のお客さん、上西さんを上西さんと言って一人焦る音。え、上西さんやったん、その人は。まあどっちでもいいんちゃう。私だって今日ね、郵便の人に久代さんか久代さんなんか言われた。ファンベールさ、持ってきてくれたさ、人、あ、これ久代さんの荷物ですねって、はい、再配達ですって言って、あ、ありがとうございます。いや、本当に小学校中学校とか新学期毎回な、釧路さんって、釧路さんって呼ばれたことないから、呼ばれてこなかったから、この先生はどっちで呼んでくるかなって、もう釧路ですのスタンバイはしてんねん。なんて言ってくるかな、久代さん、釧路です、釧路さん。だってどう考えたって50音順で言ってんだからさ。え、そうで、こういうのなんかつけてても、これなんて読むんですか。釧路です。でも久しぶりに言われた、久代さんって、久代さん、え、どっちやったっけ、ちゃんと覚えとけばよかった。久しぶりにそう言われて、あ、なんかそんなこともあったなみたいな。風強い。
漢字を読めない人が増えたのもネットワークの要素が背後にあると思うのよ。漢字読めないのはそんなことなくても読めないけど。ファンベル from 上海。あ、読めない名字あるある。訂正しないの？私はでもよくなんかクッシーって呼ばれる。クッシーって。クッシーって別に嬉しくないねんけど。あ、予想じゃなくて世相でした。ごめんなさいね、本当に読めないんです。私大阪雪降るよってあんの知らない。私あれ見ない、天気予報見ないから。確かにエピソードトークあるな。確かにあるやん。もうそれその一ネタしかない。ああともう一つあるやん、パスポートの写真撮りに行って、あのこれでお願いしますって言ったら、これはゴミではないですねちょっとほくろそれっていうのはあったな。じゃあクッシーは、じゃあちっちゃい E じゃなくて伸ばす方やで。クッシーやで。クッシー、フナッシーと一緒。 C じゃない、クシリナとかね。あとはこの間 SM オペラの時にはカシオさんにクナシリって呼ばれてたあだ名の付け方変やで、あの人大阪雪降ってんのマジ？あ、雪舞ってるの？舞ってるってちょっとおしゃれな言い方しようって、うん、気に食わぬそう、なんて呼ばれてんのって言われて、まあリナッチとか、まあ昔はリナがいっぱいいてクシリナとかって呼ばれてました。じゃあクナシリやなどういうこと。クシリナくらいおしゃれやった。いじってるやんそれ、いじってる、あかん、ぷっぷー。四国も雪降ったし。なんかその絵文字なんやろ、かわいい。ラッキーハッピーが送ってくれた、なんか月もいるし、かわいい、おもろいコメント。そろそろコンビニ行こっかな、マジで、マジでコンビニに行こうと思うので、配信はこの辺で終わろうと思います。髪色かわいいな。でも今日ね、今日じゃん、昨日かお風呂入ったらもうタオル真っ赤、びっくりしたよ。あの色落ちっていうか、まあちょっとしばらくは赤いの出ると思いますって言われて、あ、わかりましたって言って、まあ出るとは分かりつつもお風呂シャーって入ってたら、でパッて見たらもう水が全部ブワー赤くて思った以上に赤いと思って、コンビニとお金今言っちゃった。からそう、だからお財布に1000円しか入ってないんよ。1000円しか、やばい、ピンチ、大ピンチ。本当に行かなきゃ。いや、ホラーだったよ結構。お、黒豚さん、雪の結晶ありがとうございます。冬限定ですからね、皆さんくださいね、雪の結晶はね。いや、ホラーだったよマジで、めっちゃ怖かった。結構なで、あのなんかこんなとこ触ったらダメですね。あ、結構なんかリアルな色やって、ほんまにちょっと水に薄めた感じの。おいらの1万円あげるわ。いや、ほんまに欲しいそう、色当たったら分かる、赤みたいな。でも場合によっては黒に見える、不思議な色してます。そうそうそう、
銀行行かなきゃ。銀行ってでもまだ閉まんないよね。大間さんありがとう。雪の結晶が待ってました。ゆらゆら。え、だから私あれ、舞うっていう字好きだからさ、涙の花びらなんてっけ、あれダメだハラハラ涙好きやね私、あれ2番の歌詞。あ、世間の皆様給料日、え、給料日なん、え、給料日なん、やば、え、あ、そうなんや。全然私にはあの関係がない。あ、タッチが入ってなんか、涙の花びらたちがハラハラ、この頬流れ落ちて歩き出す、青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、涙の花びらたちがハラハラ、思い出のその分だけ美しく、目の前の大人の階段一緒に登って手を振ろう、チャ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 、フッフッフッフ。みんな好きでしょそこ。黒豚さん音符ありがとうございます。ありがとう。コンビニ ATM 私や ないんですよ。しかもさ、まあ、この時間大丈夫だけどさ、手数料かかる時もあるやん。え、そうないんです。バンク2つあんねんけど、2つあるんやけど、その1個はずっと貯めておきたい方だから、そっちやったらコンビニでも使えんねんけど、そうそう、あ、フッフッフはまだ早いか。あ、か、あ、なるほどなるほど、すいません、もう忘れちゃってました。そっか、サビがずっと続くねんな、あの時な。さ、じゃあ銀行とコンビニに行ってきます私は。はい、ではライブランキングを読みたいと思います。いきます。13位、お、見ない人が、あ、見るいるけどあんま見ない人がいる。おいちゃん、え、名前読んだことある、おいちゃんって。アリサディーバ、え、見たことあるけど読んあんま読んでない気がする。おっくん、ザッチくん、アポカリプスさん、手巻き寿司おさん、黒豚さん、よしあきくん、まさくん、ひとよさん、ドラッピさん、大まさ、1位が山ちゃんでした。どうもありがとうございます。ありがとう、ようしゃべったわ。いや、よかった、無事。あ、受け取れて、もうミッションクリアやから、もういい、もう食べんでもいい、もう。あ、仕事の人頑張ってね。バイバーイ、切ります。うすげえ、1416人も見てた、わーい、バイバーイ。